こんにちは。今日はキヌアの食べるラー油を作っていきたいと思います。ヴィーガン夫婦の小さなチャンネルさんで作っていらっしゃって、それ見てめちゃくちゃ美味しそうと思って作るようになって、私も大好きになったレシピです。私は結構甘党なので、作り方はアレンジしているので、ヴィーガン夫婦さんのキヌアラー油の動画も概要欄に貼っておきますので、ぜひ両方見てみてください。では材料、まずメインになる材料はこのニンニクと生姜と玉ねぎ、あとこのキヌアですね。私はこれを使ってます。でそれから唐辛子の粉、ガラスープ、ごま油、コチュジャン、蜂蜜、これあと私はすりごまも入れます。で最後にお醤油入れるので、お醤油全部概要欄に書いておきますね。では作っていきたいと思います。ニンニクが少ない気もするな。生姜が意外と多かったかも。キヌアは30とか40とか、今日は40使おうかな。このぐらい。キヌアはすごく細かい、ちっちゃい粒なので、ザルの目もすごい細かいのがないと抜けていっちゃうかも。 OK。ここでごま油を100cc 入れます。コチュジャンを大さじ1。あら、いないかも。あ、あるわ。いないかも。ない。ちょっと足りなかった。まあ、いっか。大さじ1。
粉唐辛子を入れます。私はあんまり辛いの苦手だから、小さじ2入れます。吸い込まないように気をつけてくださいね。鶏ガラスープの素をまた小さじ2入れます。白すりごまも小さじ2。で、蜂蜜を入れます。ちょっと今日はコチュジャンが少なかったから、いつもは小さじ1だけど2入れます。で、これでね、しばらくまたちょっと火を通して混ぜながらね、火を通していきます。この時点ですごくいい香りだし、美味しそうですよね。入れるものはこれが最後で、お醤油を小さじ2入れます。 OK。 これ全部目分量でも全然問題ないから、なんか私は割とメモして残しておくのが好きなタイプなので、だいたいこれぐらいでいつもやってるって感じなんですけど、なんか他に何か入れたりしてもいいし、この中のごまとか蜂蜜とかが抜けたりしても全然問題じゃないし、お醤油を入れるのはもう完成の直前に入れるみたいだから、もう本当にこれで完成です。簡単でしょ。しかもこれが信じられない美味しさなんですよ。できた。はい、ではこれでね、完成したので瓶に詰めたら終わりです。これで冷蔵で1週間から2週間ぐらいは持つみたいなので、その間に食べるって感じですね。野菜にのせても、やっぱご飯にのせるのが一番美味しいけど、野菜にのせても美味しいし、チャーハン作ってもすごく美味しかったです。この瓶2個分ぐらいはできます。ということで、今日はキヌアの食べるラー油の作り方でした。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。